ベリーチャラックは、スペインのバスク地方で活動する、スリーピースのロックバンド。意味は、バスク語で、悪い知らせ。1994年に、スペインナバーラ州レクンベリで結成され、バスク語で歌っている。1994年、17歳のゴルカウルビスと、アイトールゴイコエチェアによるプロジェクトとして、ナバーラ州レクンベリで結成された。さらにミケルロペスとアイトールオレハを加え、 この4人の体制が2004年まで続いた。当初、ウルビスとゴイコエチアは別プロジェクトとベリチャラックを並行していたが、1997年にはベリチャラックに専念するようになった。6曲入りのデモテープをリリースした後、バンドは別のデモテープや新人コンテストでいくつかの賞を受賞し、1997年秋にベリチャラックをレコーディングすることが認められた。 ローザリックゲイブ、500ウルタタゲロ、アルディファイジャラのようなシングルのおかげで、バスクのロックシーンに飛躍することができた。バンドのメンバーによると、このアルバムは彼らの音楽の先に進むステップであり、後の作品のベースとなったという。1999年には、セカンドアルバム、イケイソンをリリースした。このアルバムでは、ベルチャラックのスタイルが発展し、イクシアルテ、イージー。 イケイソンなどの曲はライブで多く披露されている。2000年のゼロレコーズのトリブート、エイジュー・ダス・プリースと2001年の号から出されたナハル・ロア、ヒ・ッツ・ダンサんなど多数のコンピレーションアルバムに参加している。2年後の2001年、サードアルバムのエスキュアック、ユーキャビラックをリリースした。オイフ、ステレオ、ビジラウンなど何曲かの賞賛を受けた曲が収録されており、 ビジラウンはカステア・サリア賞の年間最優秀ソングに選ばれた。このアルバムによってベリチャラックはバスク地方外の公衆やメディアの注目も集めた。2003年バンドはフォースアルバムのリブレをリリースしイギリス、デンマーク、ドイツを回った初のヨーロッパツアーで好意的な批評や知名度を得た。このアルバムはバンド史上最もハードコアなアルバムである。 スパニッシュロックサウンドマガジン誌で年間最優秀ロックアルバムに選ばれ、エウスカリガステア誌では最優秀スペインアルバムに選ばれた。デナック・イージージュ・バリオ、ヒル・ニンチェン・エグナ、イゼナ,イナ、イザナ、エジナなどの興味深い曲を収録しており、デナック・イージージュ・バリオではアメリカ合衆国のメロコアバンド、ライズ・アゲインストのティム・マック・ラスをボーカルのゲストに呼んでいる。 長いツアー後の2004年には、約10年間ともに活動してきた4人のメンバーのうち、ギターのアイトールオレハが脱退した。2005年、ゴルカウルビス、アイトールゴイコエチャ、ミケルロペスは、スリーピースバンドとして活動していくことを決め、フィフスアルバムである、ジャイをムジカ、ヒルの制作に取り掛かった。このアルバムでは、エドローズをプロデューサーに起用し、 カレンゲ、シ、ロックゾンシ、モンドソノロシなどで年間最優秀アルバムに選ばれた。メキシコとニカラグアを訪れるツアーを行い、アメリカ合衆国も訪れた。2006年のヨーロッパツアーでは、ライズ・アゲインストのサポートを得た。ツアー中には、新曲も発表した。2005年から2008年にかけて、ボーカルのウルビースは、ペーレマンスやカタマロなどのプロジェクトでも活動している。 2007年3月、ベリチャラックは台湾と日本を巡るツアーを行い、日本では東京の六本木ロックファクトリーでライブを行った。その後にはドイツやアイルランドを巡っている。同年にレッドホットチリペッパーズがバスク州ビルバオで行ったライブでは前座を務めた。2008年7月にはフジロックフェスティバルのために再訪日した。2008年にはドラムのミケル・ロペスが脱退し、 ダビド・ゴンサーレスがドラムとして加入した。2008年末、2009年9月にロードランナー、レコードから新アルバムをリリースすることを発表した。レコーディングは、アメリカ合衆国、シカゴのエレクトリカルオーディオスタジオで、スティーブ・アルビニによって行われ、この6スアルバムには、ホースアルバムにも起用したティム・マックラスが、ゲストに迎えられた。2009年6月29日には、 自身のマイスペースのページとロードランナーレコードのウェブサイト上でドロトクンメンデアンという新シングルが視聴可能になった。2010年には再度訪日し、日本のエモコアバンドであるブラフマンと九州ツアーを行った。2010年には初期メンバーでベースのアイトールゴイコエチアが脱退し、ガルデルイサギルがベースとして加入。このメンバー変更で、 ボーカルのゴルカウルビスを除くメンバーは2000年代後半以後に一新された。2011年1月、ベリチャラックはフォークロアという曲で第10回インデペンデントミュージックアワードの最優秀パンクソングにノミネートされた。2011年はスリップノットやコーンなどを手掛けた著名プロデューサーのロス・ロビンソンと共にハリアというタイトルのセブンスアルバムの制作に 没頭した。ハリアは2012年2月に発表され、様々な国を回るツアーを行った。2014年には、エースアルバム、デンボラ・ダ・ポログラフ・オバカラを発表した。ありがとうございます。